どうも、セリカです。本日お答えする質問はこちらです。美しい。いつか平泳ぎに関してのドリルや筋トレ、陸上でのトレーニングなども教えてください。平泳ぎのドリルに関しては以前の動画、こちらの2本の動画でご紹介しているので、こちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておくので、そちらを見てください。そして陸上トレーニングは何をすればいいのかという質問ですね。平泳ぎのまずはキックに関して言うと、太ももの内側の筋肉、内転筋と言いますが、そこが平泳ぎのキックで使う筋肉になります。他にも足を全体的には、キックでは使えますね。太もももそうだし、ふくらはぎもそうだし、すねの筋肉も使えますし、まあ結構まんべんなく使うので、陸上トレーニング、平泳ぎのために陸上トレーニングをするんだったらスクワットをおすすめします。そしてスクワットちょっとまあやりたくないなとかいう方は、まずはプールでプルブイを挟んで浮いてください。まずはそれだけでいいです。たまにいるんですよ、プルブイが挟めない方。プルブイがすぐ抜けちゃったりする方っていうのは、さっき言った内転筋が弱いんですよね。プルをこう足ですね、これ挟むためにはここの太ももの内側の内転筋をキュッてやらないとすぐ抜けていってしまいます、プルブイが。なのでこの内転筋をまず鍛えるためにやりやすい、もちろんプールの中での方が陸上よりもトレーニングはしやすいので、プールの中でできるトレーニングはもうシンプルにプルブイを挟んだまま浮いてください、はい、それを何秒かキープしていただければ内転筋を鍛えることはできます。ぜひ陸上トレーニングはその内転筋だったりスクワットを重視してやるようにしましょう。上半身の筋肉、使う筋肉で言えば腹筋、背筋ですね。平泳ぎはバタフライと同様、平泳ぎバタフライ一緒なんですよ。使う筋肉がうねりの動作が入ってくるので腹筋背筋を使います。なので、まあ、そこの腹筋背筋を鍛えるトレーニングも取り入れてみるのをおすすめします。腕の筋肉に関してはあってもなくても私はどっちでもいいと考えます。大事なのは感覚です。腕でなかなか進めない人はスカーリングをとにかく重視してやっていくのをおすすめします。無理して腕立て伏せとかこういう重さを使ってやるトレーニングはやらなくてもいいと思います。そして最後に一つ重要な筋肉が肩甲骨周りの筋肉です。もうここはどの種目でも本当に大事になってくるので、鍛え方はちょっと難しいんですけど、それこそ腕立て伏せを背中メインにやってみるだったり、あとは器具で言うとこういう器具ですね。そうするとこの肩甲骨周りの筋肉が鍛えられるので、ぜひその器具を使ってやってみてください。ってことで平泳ぎの陸上トレーニングドリル練習に関しては以上です。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。